俺の出番って。この機を逃すな、畳みかけるぞ。敵を包囲し、殲滅する。行くぞ。守ってもらってばかりじゃダメ。無益な血はない。この機を逃すな、畳みかけるぞ。敵を包囲し、殲滅する。行くぞ。無益な血は流。この機を逃すな、畳みかけるぞ。敵を包囲し、殲滅する。そんな行くぞ。やー、情けはかけぬ。まかり通る。この機を逃すな、畳みかけるぞ。この機を逃すな、畳みかけるぞ。貴様の相手はこの俺だ。やってみます。道はこの機を逃すな、畳みかけるぞ。俺の出番ってか。この機を逃すな、畳みかけるぞ。
様の相手はこの俺だ。私にだってできるんだから。無益な血は、この機を逃すな。畳みかけるぞ。敵を包囲し殲滅する。行くぞ。道はこの機を逃すな。畳みかけるぞ。貴様の相手はこの俺だ。そんな、滅する。私にだってできるんだから。そんな、ラディウス、西からよ。近々フェンサリルへの大規模な遠征が行われるらしいわ。すでに一軍が動き出してるみたい。動き出したか。全ての反乱軍をまとめることはできなかったが、この短期間でこれだけ揃えられれば上出来だろう。ここらが潮時ではないかえ。今から移動すれば空になったグルグンドをつけるわ。ゼルバ、バシュタール、全軍に伝令だ。タンナス山地の麓で合流する。その際、森の中を移動するように伝えてくれ。わかった。全軍と合流した後、グルグンドへ進軍する。合流してからは強行軍になるだろう。今のうちに十分、体を休めておいてくれ。良いように運ぶこともあるまい。こういう時こそ休息は必要じゃろう。そうだな。店主、酒と料理を頼む。そうよね。たまにはちゃんとした宿に泊まって、柔らかな寝床の上でゆっくりと休んでもいいわよね。皆には迷惑をかけてしまって申し訳ない。悪いが、あともう少しの間だけ
力を貸してほしい。まあ堅苦しいことは抜きだ。たまにはパーッと行こうぜ。パーッとさ。よっしゃ乾杯だ。乾杯。うん、いい気持ちいい。レオじゃなくてラディウス、ちょっとこっちに来なさい。なんだ。なんらとはなんら。いつからそんなグイの聞き方になったんら。いいからお母さんの言うとこ聞きなさい。どうしたんだ、エリスらしくない。飲みすぎだぞ。うるさい。もうほんのに生意気なんだから。いいから。まったくしょうがない母親だな。仕方ない、部屋に連れて行くか。まったくいい気なもんだ。なんじゃなんじゃ、エリスだけ特別扱いとはのう。ここにも母親はおるのだぞ。あなたも母親であることは否定しないが、面倒を見たから母親だと言われてもな。それだとここにいる年上の女性は皆母親になってしまうだろう。おお、年上は母親ときたか。なるほど、ならばわらわも母親代わりとなろうか。わらわも年上だからな。いやそういうつもりじゃ。まあよい、今日は無礼講だ。どれ、許してやる代わりにわらわの釈をせい。それでは私もお願いしようかしら。可愛がってあげるわよ。まったく悪ふざけもいい加減にしろ。みんな飲みすぎだぞ。ふん、まったくいい気なもんだ。いつものことながら飲み出しと手がつけられなくなるな。少しは弥生を見習ってもらいたいもんだ。バレリアもほどほどにしておけよ。明日も早い。そろそろ寝た方がいいぞ。酒など飲むものか。戦いの最中、酒盛りなどする騎士など聞いて呆れる。その通りだが、体を温める程度だ。バレリアも一杯くらいどうだ。どうしたんだ、今日はおかしいぞ。ずいぶんと私以外の女性には優しいようだな。そんなつもりはないんだが。大体誰かに対してだけ優しくするなんて考えたこともないぞ。意識していないからなおさらたちが悪いのよ。どうして私には優しくしてくれないの。そう言われてもどうしろと言うんだ。本当に俺には心当たりがないんだが。だったら聞くけど、ラディウスってその誰か気になる人はいたりするの。突然何を言い出すんだ。気になるってどういうことだ。だから好きとか嫌いとか、ほらいろいろとそのあるでしょ。
いるけど、それがどうしたんだ。それって、誰なのよ。誰と言われても、目の前にいるだろう。みんな、俺にとっては大切な仲間だ。嫌いか好きかと言われれば当然、好きに決まっているだろ。何よそれ。バカにしないでよ。いっつもそうなんだから。そうよね。ラディウスにとって私なんてそんなものよね。もういい。今日は朝まで飲むわよ。おい。一体どうしたって言うんだ。バレリア、落ち着け。ああ、もう、どうにでもなれってのよ。ったく、仕方ないな。部屋に連れて行くとするか。